ブラックバス、ブラックバス、ブラックバス、ブラックバス。1925年、芦ノ湖にやってきました。最初は90匹だったよ。それが今では全国区で。あれから100年近く経つ。超人気のお魚です。意外と知られてないけど、食用で日本に来たんです。ワクワクドキドキ。釣りをすればこの気持ちわかるよ。自然に触れるとなぜか親近感が湧いてくる。ねえ、無駄なものは一つもないよ。そうやって地球の命は育まれる。フィッシング TV、 はい、どうもこんにちは。バス釣りの楽しさ、そして命の大切さ、大きく分けてこの2つを伝えるためにバス釣り YouTuber やってます、ボーデペです。今回は前回試投しましたダイワのベイトリールバス X80SHL、 こちらの缶釣り実況編になります。まずはスピナーベイトの4分の1オンス、ぶっちゃけアルファ CT よりも投げやすかったです。ただ単にスプール系がバス X の方が向いてただけだと思いますが、向かい風でも半分より少し上にブレーキを調整すれば、ほんとノントラブルで、かつ安定した飛距離も出せました。前回の試走の時にも話しましたが、巻き心地さえ気にしなければほんと使える理由だと思いました。それでは実況に行きたいと思います。どうぞ。
ありがとうございました。こんな感じで缶釣りではありましたが、まだまだバスたちにとっては低水温期で結構ルアーを選んでくるので意外と難しいです。アルバス CT の時は池の浅い側が良かったんですが、今回は深い側、池中央のストラクチャーの方が良かったり、ブッシュも岸際があまり良くなかったり、リールのテストフィッシングでしたが、バスフィッシングを楽しませていただきました。4匹目はかなり遠くでかけたので遠投も可能なリールだと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。お時間ありましたら他の動画もどうぞ。さらに差し支えなくご迷惑でなければ高評価、チャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後の最後までありがとうございました。坊哲平でした。